はい、皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。東海道中膝繰り毛ステップで舞い踊るさやです。ズンズンチャッチャ、ズンズンチャッチャ。割と普通のリズムなんだ、東海道中膝繰り毛ステップって。そう。ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。せーの、逆スルメゲリラ。なんてゲリラ豪雨が帰っていってるんだ。そうそう、逆だからこう、うん、ザーっていくのがゲリラ豪雨です、うん、逆だからこう戻っていくわけです。ゲリラスルメが戻ってってんだ。そう、ゲリラスルメが戻っていった先の雲はこそばゆいって思って。うるせえんだよということで今回ですね、こちらでございます。ヒュードロ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 、怪しげ団階段な。はい、ということで今回ですね、はい、階段でございます。いや、もう夏ですよ、皆さん。夏と言ったらおでんですよ。前置詞を無効にしたよ。ゼロに返したお前。夏といえば、まあ、ちょっとこれ出てる時期はお盆の時期は若干過ぎてると思うんだけど、はい、階段ですよ。いや、もう夏といえばね、うん、階段でございますよ、はい、もうヒヤッといたしましょうよ、うん、そう、ヒヤッといたしましょうということで、はい、今回やっていく企画はこちらでございます。デドデド、プロの石だったら階段に出てくる超怖い存在でも美少女にできる説。概念を覆す。ということでですね、今回は怪談都市伝説に出てくる怪異をレベル3まで揃えました。今回ですね、そちらに出てくる怪談とかをですね、我々の力によって怖くなくしてやろうと。皆さん先に言っておくと、はい、ホラー苦手な方でも多分大丈夫です。はい、はい、あの怖い画像を出したりしないので、はい、怖いものを美少女にしようと、うん、みんなのお目目に優しいものにしようという企画でございますので。だってさ、あとで怖いの苦手出す。これをアラサーが言ってるっていうのが一番の回答。やめろ。ということでレベル1は、はい、トイレの花子さん。はい、まあ、まずはこのジャブから行こうかなと、うん、トイレの花子さんをね、とびっきりの美少女にしていきたいと思います。レッツラー便所。止めたな。はい、じゃあ行きましょう。レベル1。さて、トイレの花子さんでございますよ。実際でもさ、トイレ入っててさ、声かけられたら死ぬほど怖い。トイレの花子さんの会のね、あれって、はいはい、あの誰もいないはずのトイレに、うん、ある条件を満たした挨拶の仕方をするとお返事してくれるっていう。なんかそんな話は聞くよね、よくね。トイレの花子さんのテーマ歌ってみじゃ、さやさん。今日から一番たくましいのだ。待て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 。お待たせしました。すごい。待て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 。鬼の手持ってるやつそれ。おい緊張すんねん。俺は怪異をぶっ飛ばす側だよ、バカ野郎。やっぱ夏だからじゃないよ、うん。花子さんはいつだって君の隣にいるんだよ。いつだって君たちのトイレの中に住んでる。嫌だな、なんか。だからトイレの中に漫画とか置いといて。あげた方がいい。優しい。多分そしたらいいことあると思うよ。座敷わらしみたいな。例えばどんないいこと。枝豆の筋よく取れるみたいな。地味ないいこと。あとアスパラの筋よく取れるとか。あとサヤエンドウの筋よく取れる。筋しか取れねえのかよ。ということで第1回戦レベル1、トイレの花子さん、はい、美少女か。せーの、デダン。うおー、かわいいでしょ。かわいい。シンプルにかわいいでしょ。かわいい。しかもあなたの土星壁のぐるぐるおめめやん。しかもあの困り眉ね。ね。でっかいおリボンついてんの。はい。めちゃめちゃかわいくない?ね、鏡に住んでんの?と思うじゃん。うん。これ、トイレの花子さんと言われるようになってしまった、特殊能力を持ってしまった女の子の話です。うわぁ好きがギュッと詰まりすぎている。いや、ある時にね。恋をしてる女の子がどうしても好きな男の子とおしゃべりしたいって思う。うん。でも好きな男の子と面と向かっておしゃべりできないと思って。うん、学校の裏にあるさ、ほら、よく言うじゃん。はい、お祈りするとなんか願いが叶うっていうやつで手に入れた能力が、うん、女子トイレから男子トイレの鏡に干渉することができる限定的な力を手に入れましたえ、それめっちゃいい、それめっちゃいいで、好きな男の子が一人でトイレに来てる時だけ好きな男の子とここで喋れるっていう。ただただ一人の男の子が好きな女の子が能力を得てしまって、うん、やってしまった行動がトイレの花子さんとして語り継がれてしまったというタイプのお話です。っていうことは、じゃあさ、好きな男の子がチン出してる時にさ、見えてるやめろよお前。見えない。お前男子トイレ知らないでしょ。知らないよ。男子トイレこの角度でチン見えないの。いや、そう、これ男子トイレの構造で言うと、うん、はい、トイレがあるじゃないですか、こうやって、うん、トイレがあるじゃん、うん、トイレがあったら見取り図とかじゃないでさ、スパースキーって感じで書くの。何難易度高いけど書いたの。ここがこうやってさ、この子がいるとこでしょ、こうやって、うん、で、こっちもう一個あるじゃん。で、鏡があるやん、うん、鏡あるやん、うん、で、ここ個室やん、うん、個室やん、奥個室があって、個室あるやん、うん、で、ここなのよ、小便器、うんうん、こっちが先生が見える。で、ここから、ここなのよ、ここが小便器なの。
で、こっちからだとこの子からは見えない。ちょっと斜めからだと見えちゃうかもしれんが、何の話してんの。でもなんか待って、さやこれどうした、なんかタイマシみたいになってるけど。タイマシじゃないんですよ。ないこれ。この子はもう、孫うことなく、うん、トイレの花子さん。はい、トイレの花子さん。トイレにお住まいなの。お住まいなの。そう。そう。だけど、自分の家を、うん、はいはい、とてもいい環境にしたいという、向上心の塊のような花子さんなんですよ。うん、ちゃんと掃除しなさいよっていう女の子なんですよ。うんうん、学校のみんなから、すごい好かれてるし、はいはい、罰ゲームでトイレ掃除になっちゃって超だるいみたいな女子生徒が来たら、うん、ちょっとだるいとか言わないでよ、私んちよみたいな感じで、めっちゃ掃除させてくる。かわいい。めっちゃかわいいでしょ。かわいいわ。あれでしょ、うん、男子トイレ汚いのも男子に怒りに行ってちょっとキャって感じなんでしょ。そう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 。かわいい。ちょっとそっち、あっ、あっってしまいなさいよって、チーンってこう。なんでさっきからさやさんの小学生レベルのチンの話すんの。心が表現してからそうだって。やめろお前、28だぞお前。やめろ、28がチンの話すんなよお前。ということでレベル2、でで口裂け女。まあ、子供の頃ぐらいにめちゃめちゃ話題になってたやつだよね、はい。口元をマスクで隠してる女性が、まあ、学校帰りの子供に、うん、私綺麗って聞いて、うん、綺麗って答えるとマスクを外して、まあ、耳元まで裂けた口を見せて、これでも綺麗って言って襲いかかってくる。そういう女がいたとかいないとか、ただのクソ迷惑な女なんですよ。この人を、はい、我々は美少女化していきたいと思います、うん、いやむしろね、はい、来てくれないかなっていうぐらい可愛い子にゲンさんがするって言ってた、ね、はい、しますします、もちろん、ね、すごい自信じゃん。よーい、口裂け、ピピー。これ結構怖かったよこれ。いや口裂け女って普通に怖いわ、うん、怖いよね。なんか怖い話聞くとさ、うん、なんかさ、このなんか怖い気持ちになっちゃうじゃん。私よくあるんで、うん、怖い気持ちになっちゃうこと。さあ、よく言うよね。あ、なんかちょっと待って、怖い気持ち、怖い気持ちって言って急に寝れなくなるじゃん。そうそう。うん、何歳？28歳。チャピター28歳。これが一番の階段なんで。やめろって。泣くぞ。口裂けたい。口裂けたい。口が裂けても言えない秘密。それは。たい焼き目え。ということでレベル2、口裂け女、せーの、レドン。え、かわいい。うわ、なにこれ、また濃縮還元大。でも果汁 100% どころじゃない、 200% ぐらい入ってる。 5% ぐらい入ってる。いやこれはね、まあ僕オムニバスになっちゃってますね。これはうそ、同じ世界観なの。同じ世界観です。全部これ今日のやつは全部同じ世界観で行こうとしてます。うそ、この子は何の能力者になっちゃったの。この子は能力者じゃないです。なんです。この子も恋する乙女なのよ、うん、あー恋する乙女なんですか。そう、普段運動部なのよ、化粧気ないのよ、うん、頑張って化粧しようとして、うん、いろいろいじってて口紅とかもやってみて、うん、こうやってやってた時、ああちょっと待って、あ失敗しちゃった、あちょっと、あって言ってこうジョーカーのようにね、まあ言ってバットマンのジョーカーで口紅をビエーって引っ張ってさ、ジョーカーのあの顔になるじゃん、じゃなくてこの子普通に口紅を失敗して直そうってウィーってなってる時に、うん、あの見られちゃって口裂け女だと思われちゃったと。かわいい。それめっちゃかわいい。それ優勝なんだけど、もうありがとうって書いてある。感謝述べられたわ。怪談都市伝説が生まれたのは、うん、全ては恋する乙女によって生まれたっていうオモニバスを僕は今回作ろうと思ってるんで。ああ、最高かお前。ちょっとアイデア力がほとばしっちゃってるんですよ、ね。やばー。これをアラサーのおっさんがゲーゲー考えてるのが一番の恐怖ですね。普通になんか攻撃してきそうなんだけど。いや、そうそう。いや、じゃなくて、そう、口裂け女って言われてさ、なんか、はい、私綺麗みたいなさ、うん、こう、ちょっとさ、おどろおどろしい女の人がさ、まあね、聞いてきたらさ、うん、めっちゃ怖いやん。はい、そう、でも逆に考えてみて、うん、なんか別に私綺麗って言って聞いてきても、なんか、あ、これ死ぬわって思うタイプの女の人だったら、はい、なんか怖くないんじゃないかなと思って、アサシン系にしてみました。いや、怖えだろ、全然。全然恐怖が拭えてないし、むしろ殺意高まってんじゃん。まあでも、なんかデザインとしては怖くはないけどね。やっぱかっこいい感じはあるからね。そうそう、だって、うん、多分あれよ、あのターゲットに対して、はい、なんか私綺麗っつって、うん、えって言った瞬間にはもうその命はない。あ、怖いやん。怖さ感じる時間短いだけだ。そうそう。最終戦レベル3、皆さんご存知かしら。こちらご存知でしょうか。皆さん、八尺様。八尺様、はい、そこね、ネット発祥のね、うん、存在らしいんですけど、はい、さやさんの方からご説明させていただきましょう。どうぞ。ある男の子が祖父の家の縁側で休んでいると、ポポ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 ポーと奇妙な声が聞こえる。絶対違うだろそれ。すでに怖くねえぞおい。庭の雪垣に目をやると、帽子をかぶった白いワンピースの女が頭を出していた。怖いよ普通に。その雪垣の高さはなんと2メートル以上あるのにもかかわらずだ。その八尺様を見てしまった者は数日以内に取り殺されてしまうと言った。
ポポポポポポポ。もういいじゃん、怖くないじゃん、もう。もういいじゃん。人をあらざる存在で、はい、まあ、身長がめちゃめちゃでっかい女の人らしいんですよ。らしいですね。はい。まあ、これを怖くなくしていきましょう、はい。僕はオムニバスにぶち込んでやろうと。また恋する乙女にしてやろうと思います。そこから取り出してやろうと思います。取り出さないでください。レディー。発射様。タイミング。怖い、怖いね。何が怖いって、インクがないのが怖いね。ね、インクない、インクがない、インクがない。夢も希望もインクもない。あるのは、ホットチリペッパー。何なんだよ。でもなんか、可愛らしさも出したいな、最後だしな。出会ったら可愛いけど、でもやっぱり、あ、この子可愛いやわ、みたいな感じの感じがいいな。どうやってそういうのが出せるんだろう。おばあちゃんに聞いてこよ。結構大変なことするね。ねえねえ、おばあちゃん、どうやったら可愛いって出るの？それはね、おじいちゃんを生贄に使うのよ。おばあちゃん？おばあちゃん？田舎って怖いな。お前が怖いよ。いや、かわいい。待って、かわいい。これにはさやさんもにっこりって感じのかわいさが出てくる。さやさんもかわいい。めっちゃかわいいよ、これ。嘘、これにはげんさんもにっこりする？げんさんもこれはもうにっこにこだよ。嘘。ほんと。げんさんのよだれ垂らさせることできたら大したもんだ。でも右からよだれが垂れて、左穴から鼻水垂れると思う。何かしかの怪異に巻き込まれてんじゃん。では、いきますよ。いきますよ。レベル3。レベル3。せーの。ドドン。恋してんじゃん、感想。何その動きは。動いてないし。よしよし。やった、一匹のロリコンを取り殺すことに成功したぞ。なんでそれずるいじゃん。なんで顔パターン作るの。お前ずるいやん。顔パターンじゃないよ、これ三つ子ちゃんなんだよ。三つ子ちゃんなの。三つ子ちゃんが生き垣の向こう側にいる好きな男の子を見たいがためにこう三連結して見ようとして、結果2メートル以上のでけえ身長になったっていう。花までもらったどん。ちょっとサインが入っちゃった。タイムで入っちゃったんだけど。今回はさやの感じでいいじゃないか。かわいいじゃん。かわいいでしょ。かわいい。三つ子ちゃんなんだよ。かわいいやん。みんな同じ。同じ男の子好き？あ、そう、同じ男の子好きだから。全員同じ男の子好きだから、こう交代交代で見るんだ。そう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 。ほのかちゃんとかってそういう感じの名前のみんな。ほがついてる名前で、ぐらぐらしてるから、はいはい、なんか、あ、危ないみたいな感じで、うん、ちゃんとしてっていうので、うん、なんか、ほっ、っていうのがポポポポポポって聞こえちゃったっていう。ゲンさんのなんか男の子現れてんじゃん、うん、もう出会っちゃってんじゃん。これ小5。あ、すっごい身長が高くなる、うん、まあそういう世界にもあるじゃない、そういうちょっと身長がでかくなっちゃいめの、うんうん、そういう子ですね、この子は。で、普段学校とかでもまあ巨人女とか言って、ああ言ってた、ちょっとねバカにされちゃうとかいう、うん、かわいそうな子なんだけど、うん、唯一この子とは仲いいわけ、幼馴染のこの子とは、うん、で、たまには女の子らしい格好しようっつって、白いワンピースとこういう夏にぴったりのこれを着て、で、この子がポケモンが大好きだから一緒にポケモンやるようよって言って来るけど、恥ずかしくて、あ、ポポ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 ケモンやるないみたいな。花丸いただきました。なんだなんだなんだ、かい最高だな。かいっていいな。最高だな。はい、もうひと夏の思い出作ろうぜ。焼きマシュマロを弦にぶつけたいと心から願うさやです。あ、これ挨拶じゃなかったわ。なんだっけ、一発撮り解説じゃねえこれ。やれよ。いやね、今回はね、こう照れに照れ遊ばすね、口酒女ちゃんバイ弦を書いてまいろうと思います。いや、今回はもうちょっとね、照れ顔ってね、もうめちゃくちゃ好きなんですよ。もうどれくらい好きかっていうと、お母さんと同じくらい好き。やべやべ、またパピーがちょっと嫉妬しちゃうな、こりゃ。いやね、でも今回はね、ちょっと細かいところまでちょっとバッチリ筆の方で書いていこうかなって思いましてですね、ペンじゃなくてこう色でこう書いていこうかなみたいな。あー、ドライヤー。はあ、ドライヤーの付き合いが入りすぎちゃったな。息詰まっちゃうよね。わかる？ゲンさん、その気持ち。何も解説してない。今日も。いやね、あとなんかこう、うっすら重ねていくっていうことをちょっと覚えまして、いっぱい何重も重ねていって、なんかこう、
ちょっとこう影の厚みみたいなのを、ね、出していこうかなっていうのが最近の心の密かな目標でして、手のあたりとかね、まあ、そういうの意識して描かせていただいたりなど、あと目の塗り方とかもね、でもちょっとねデジタルイラストの、ね、方を見ながらちょっとそれっぽいの出ないかななどと思いながらも描き進めていった結果、このようになったわけですよ。はぁ、今回も完璧だったな。はぁ、完璧だ。10はあったらさ、うん、 0.5 ぐらいしか使えるとこない。え、嘘、情報的に嘘。でもさ、いいんじゃないの、だってさ、これ解説じゃないもん。言っちゃったよ。